こんにちは、ルルです。本日もよろしくお願いいたします。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは動画スタートです。本日はクリスタルピクシーネイルのご紹介です。キラキラ可愛いので、ぜひゆっくり見ていってくださいね。ボールチェーンも使います。右手にワンカラーを塗ってあるので、こちらにつけていきます。まずは粘土シェルでボールチェーンをつけます。細く伸ばして爪の上に置きます。利き手をボールチェーンで囲むのは難しいですが、粘土ジェルを使うとつけやすいですよ。今チェーンついたまま作業しています。最初から全部粘土ジェルで囲んでから、チェーンをつけた方が良かったなぁと思います。囲んだら形を整えます。上から見て綺麗な形になるようにします。この指は結構巻いている爪なので、横から見るとサイドはかなり開いていますが、爪のサイドに合わせてチェーンを巻いてしまうとかなり膨らんだ形の悪い爪に見えてしまうので、サイドは開けています。真ん中に固めのジェルをのせます。
クリスタルピクシーをかけます。しっかり押さえて形が良くなったら硬化します。硬化しました。未硬化を拭き取ります。キラキラで可愛いですね。表面は結構ザラザラしています。こぼれたものは元に戻します。チェーンが錆びないようにチェーンの周りだけノンワイプトップコートでコーティングします。硬化します。ジャブアートはホログラムを置きました。
硬化します。中指もホログラムを置きます。硬化します。人差し指には V カットストーンとラインストーンを置きます。小指にもラインストーンを置きます。コーティングします。硬化します。すべてコーティングしました。クリスタルピクシーネイル、キラキラで可愛いですね。チュルンとしたチークネイルも可愛いので、ぜひこちらの動画も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。他の動画もぜひ見てくださいね。